はい、今日は8月の23日夜9時20分回ります。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の誓いを広報する活動に邁進出しております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ9時20分、今頃大阪の箕面市の市長選挙と議会選挙ね、統一ですから、おそらく 45、6% かなと予想してるんですけどもね、どうも前回の投票率が 46% ちょっといったというような情報ですが、 46% といったら最近の選挙ではね、本当に優秀ですね。まあ 50% 今日ね、昼ちょっと病院、家内が病院に寄って、それからね、箕面市に月光仮面と選挙に行こうというね、この替え歌持ってね、箕面市内に入ったんですね。そうしたところに、おかしな看板がね、たくさん目についたんですね。どういうおかしな看板かと言いますと、選挙立候補者はね、選挙中はその掲示板以外は貼ってはならない、つまりよそのところにポスターや看板を立ててはならないというね、公職選挙法というのがあるんですが、なぜかね、共産党の看板などはね、市会議員候補とか言ってね、堂々とね、縦1メーター、横ね、3メーターぐらいの看板がね、立っているんですね。いつでしたかね、今からね、約10年ぐらい前ですかね。10年、7、8年か前ですかね。どうもね、大学生がね、通り魔殺人をやったということでね、箕面市に啓蒙外線入ったことがあるんですね。そうしたところに聞いたのが、やっぱりね、革新の勢力がね、強いと言われるあの箕面市、どうもそういうね、情報だったんですがね、まあこの度はいろいろね、選挙の中でも立候補者が8人、定席23人ですかね、の中に、ね、6、7人、8人、7人ですかね、7人余分に出ているということですね。ということは、今頃投票、開票が始まって、ね、いる状況だと思うんですがね、まず市長、早く出るんではないですかね。まあ維新がね、5人6人立候補しているっていうことで、維新からもね、市長立候補者がいるということで、おそらく維新の立候補者が有利ではないかな。今日朝ね、箕面市の同志とね、ちょっと話していたんですが、やっぱり市長は維新だろうなというね、話をしていましたね。しかし最近ね、とびとびで選挙があるんですが、なかなかね、投票率が伸びませんね。このようなコロナ感染の多い毎日、コロナの問題でね、今日も朝からね、ほとんどのテレビの番組がこのコロナ問題のね、ワイドショー的な面白おかしくね、本当にこの不幸をね、関西だからそうですかね、関西人はね、本当に面白おかしく
ね、揶揄して報道することがありますに、そういうところが私がね、いつも言っているように、危機感の欠落、ね、本当に真剣に考えるね、今真剣に考えておかないと、ね、このようなね、目に見えないエイリアンの、ね、病気、ね、コロナウイルスに感染して、本当に最初だけですね、重症になって本当に苦しいと、ね、高熱出て38度、39度まで出て、ね、39度になったらほとんどね、もう40度近い、ね、汗はかくは頭は痛くね、体は震えるね。さあ皆さん、この体温計ね、体温計何度までありますかね。これ最高42度ね。なぜ42度までしかないと思われますかね。当然ね、医療従事者の方なんか知っているけどもね、普通の人ならばね、なんでかなとあまり深く考えずにあの体温計を使っておられませんかね。人間42度ね、高熱になったらね、ほとんど脳が死んでしまうと言われているらしいんですね。ですから人間の体温の限界なんですね。私もね、昭和54年にね、親父を亡くしたんですが、親父がね、脳梗塞、脳溢血っていうね、要するに後ろの脳のね、血栓が切れる、ね、病気ですね、これも。ところがね、うちの親父のその脳溢血の倒れた時のね、状況がね、本当にね、おかしな、不思議なね、手当てをされたんですね。どのようにしてね、その病状、ね、悪化したかと言いますと、うちの親父がね、昔はね、50歳で定年でしたね。その50歳で定年してね、あ、55歳です。55歳で定年で、うちの親父はね、特殊な職人だったんですね。どのような職人かと言いますと、あの、焼き入れ工、ね、スプリングありますね。様々なところに使う、あの、ネジに、ネジを回すとき、止めるときに、中に入れるワッシャーですね。スプリングのワッシャー、これのね、焼き入れ工のね、職人だったんですね。要するに機械の中を通してね、私も何回か親父が脳死がとばへ行ってね、それ夜勤ね、24時間交代で夜勤の時にね、弁当を持って行ったことがあるんですね、会社に。その時に見たんですけども、夏などはね、本当にね、むちゃくちゃ暑いんですね。そらそうですね。機械の中を覗いたら、高温で真っ赤に焼けたところをね、このワッシャー、スプリングはね、通って、ガチャン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 とこうね、先送りされてね、それが中に来て、その色でね、温度の色をね、調整して、それがね、赤くなって、だん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 送られてきたら、そのままね、落ちるところになったらね、油があるわけなんで、それ、真っ赤っかのままに、油の中にそれがバチャンと落ちていってね、そして、あの、コードですね、焼き入れっていうのは、硬くね、スプリングですから、絶対に折れないようなね、そういう強度があるらしいんですね。そのような仕事をしていましたんでね、ちょうど夏ですね、
や、日勤だったそうなんで、ちょうど日勤になって、職大定年になって、職人ですから、辞めてもね、もう一回食卓で会社に来てくれということでね、出勤していったんですね。そして親父はね、単車が好きでね、本当に単車といってもね、今の 50cc ですね。その代わりに趣味がね、単車でね、いつもね、暇があったら単車を磨いていてね、そして年寄り同士でね、どうもね、50歳以上の連中だけでね、1ヶ月に1回か、ね、2ヶ月1回ね、ツーリングに行くといってね、出ていくんですね。そして、必ず、新型ね、どうも、川崎の単車だったんじゃ、川崎がね、ホンダかな、人気のあったホンダだと思うんですね。ホンダの 50cc の単車、ね、これをね、新車が出たらね、すぐに乗り換えるんですね。50cc。よくね、1年に1回とか、8ヶ月で1台とか新車でね、切り替えるでしょ、単車でもね。そうした場合にね、親父のその単車の趣味っていうのはね、新車に乗ることがどうも趣味だったらしいんですね。今考えたらね、その方が得だというんですね。要するに、半年ぐらいで単車のね、新車を買ってね、例えばその自分ね、17、18万、20万ぐらいしたんかな、ね、その20万ぐらいで単車を買ってね、そして半年したらまた新車が出るんですよ、ね、そうした場合にその乗っていた単車をね、売ってその新車と交換するわけなんですね。そうした場合に、その新車ができるたんびにね、それを下取りしてもらって、その下取りがね、親父が毎日ね、単車の手入れ、本当にね、もう隅から隅までね、手入れしていますから、もういつまでも新車みたいな感じでね、大事にしていました。ね。だからね、おそらく単車だけでもね、10台ぐらい、乗り換えしたんじゃないかなと思いますね。そのような単車で朝に行ってくると言って、私はもうその自分ね、大型ドライバーね、大型トラックで走り回っていましたから出て行ったとね。そして昼ね、話を聞いたらね、昼午前中にね、どうも会社でね、頭が痛くなったね、強烈に痛くなった。元気だったんですね。本当に元気な親父だったんですよ。ね、それが急にね、会社で頭が痛くなったと言ってね、どうにもならないぐらい痛くなったというので、ね、会社の人がね、同僚が、ならば堂村さん、近くの病院にね、一緒に行きましょうと言って連れて行ってくれたらしいんですね。そして病院で診察を受けてね、聞かれたのが、当然同僚の人も言っておられますからね、その診察内容をね、聞いていたと横でね、そうした場合に住所と名前とね、年齢とかいろいろに聞かれてね、血圧を測ってね、そして頭ね、痛いと、割れるぐらい痛いとね、言った時に、おそらく風邪の症状ではないでしょうかねとか言われてね、薬をね、出しときますからと言って、そして会社へね、近くへね、会社近くだったらしいのでね、会社へ同僚がまた連れて帰っていったね。そして昼休みに帰り着いたのでね、みんな食事が終わって昼からの1時からの仕事になったけども、堂村さん、これね、あまり頭痛いのだったら、ここのね、長椅子で寝とったらどうですかと。ね、そしたら薬飲んだから収まるんじゃないですかと言ってね、なんと、そこの長椅子でね、横になっていたらしいんですね。そうしたところ、ね、食堂ですから、もう1時になったらみんな仕事、職場にね、自分の持ち場に帰りますから、誰もいませんね。そして3時の休憩、なりますね。その3時の休憩になった時に、
社員の人たちがね、休憩だと言って食堂に来たら、親父がね、その長椅子からね、落ちて、ね、大きないびきをかいていたらしいんですね。もう無意識、無意識ですよね、意識不明ですね。そして慌てて、会社がね、連れて行った病院が、同じ病院、赤い病院というね、大東市の赤い病院っていうのがあったんですね。赤い交差点のね、ちょっと北側に。ね、そこへ、同じ午前中に診察に行った時にね、これ、ね、脳の検査をね、していたらね、おそらく助かっていたんではないかなって思われるんですね。昭和54年でしたから、8月のね、10日だったんですね。8月の10日、私がね、不思議なことがあったんですよ。ね、その日ね、私も昼トラックに乗って仕事に出ていてね、そしてたまたま大阪府内ですね、泉南の方にね、配達に行っていて、その時ね、一人助手を乗せていたんですね。そして助手、ね、仕事がね、早くいつもね、6時かそこらに帰ってくるんですよ。そうしたところね、今日3時ぐらいに仕事が終わってね、ああちょっと早く帰れるなと思っていて、その助手にね、おいどっかな、暑いからかき氷やったらかき氷食べて帰ろうか言って、そのよくね、あののれん四角いね、氷と書いたね、札がよくね、旗がね、店先にぶら下がっていますね。それがあったらどっか車止めてかき氷食べようやと言って泉南からね、帰ってきたんですよ。ところがね、不思議なことにね、そのかき氷の旗がね、目につかないんですね。今考えてね、その当時考えてね、本当に不思議なことだったなぁ、思ったんですね。そうした場合に、6時ぐらいにはね、普通ね、いつも6時ぐらいに帰っていますから、ね、まあかき氷食べながら帰ったらね、6時ぐらいに帰れるなと言ってね、やっていたところがね、かき氷がね、かき氷のその旗がね、どこにも見えなかったのでね、早く帰ってきたんですよね。で、5時過ぎにね、もう会社に着いたんですよ。そうしたところに、ね、社長が2階の事務所からね、ね、大きな声で、おいどうもな、ね、お前親父がね、倒れたと言うてね、電話入っとるんや、な、大東の赤い病院のところらしいわ、すぐ行ったれということで、ね、言われて、そして、ね、私は乗用車で帰っていましたから、その乗用車を飛ばしてね、病院行ったんですよ。ね、そしたら、兄弟来て、お袋もね、もう行っていたんですけど、ね、控え室があってね、そこで待っていたら、ね、まず親父の容体を見ようと言ったらね、あの人工呼吸器ですね、口から入るね、人工呼吸器をね、入れて、そしてね、一定の呼吸をやってますね。そして触ったんですよ、熱があるということでね。そしたら本当にね、夏ね、自分らのね、熱も36.5度ぐらいありますね。ね、36度5分ぐらいありますね。そしてバッと触った時にね、本当に暑いなぁ思ったんですね。そしてね、おそらくもうね、意識不明なんで、ちょっと無理かなぁと言ってね、話をしてたんですよね。そして夕方6時ね、ですから行った時に8時にね、今度医者のね、往診があるということに、ね、来られて一緒に立ち会いしたんですよ。その時にね、熱がね、上がりすぎるから看護師さんがね、氷をね、背中の方に引きますからって言うてね、ちょっと男の人ね、手を貸してくださいと、あちらとこちらでね、体をね、持ち上げてくださいね。うちの親父の体重はね、確かね、私と一緒ぐらい、72、3キロぐらいではなってかったかなと思うんですよね。そうした場合にね、そのいとこも心配してね、来てくれていたんですよ。
そのいとこっていうのがね、あの鉄筋コンクリートのマンションを作るね、仮枠大工って、大工さんでもあの鉄コンクリートをねやるところの仮枠をするね大工ですから、手はねものすごくゴツゴツ仕事をする手なんですね。力もあるしね。そしておい、そっちからね、わしこっちから作るから、そっちから持ってくれと言ってね、パッとね、寝ているベッドの下にね両手を差し込んだんですよ。そしたら、私は熱いっていうのが分かっていますけど、そのいとこはね一瞬ね触ってね、熱っと言ったんですね。そのぐらいね体温がね上がっていたんですね。そして2人で向こうとこっちからギュッと体をね、背中を支えてあげて、そこへね看護師さんが氷ね、いっぱいこのね背中にね敷き詰めてやったね。そしてその8時のね検診の時にね言われたんがね、目にあの光を当てられますね。そうした場合にもう瞳孔が開いておりますとね、脳死されておりますと言われたんですね。ところが心臓が強かったせいかね、心臓だけはねしっかり動いていたんですね。それで人間もう脳死となったらね、もう完全にね、今この問題になっていますね。この脳死といって、脳が死んでいて瞳孔が開いていても、あの救命酸素ね、マスクの中であの救命ですね、血管に喉からね入れているね、あれを入れたらね、もう外したら殺人行為になるんですね。医者でも今でもよくね、医療のトラブルね、何回かね、20年ぐらい前から裁判になっていますね。あの人工呼吸器を入れたらね、勝手に抜くことはできないね、その時も医者に明くる日にね言ったんですよ。ね、脳死先生も脳が死んでいたら助かる見込みはないんでしょ、言ったらね、一瞬ね躊躇されて、そうですねと言われたんですね。だったら先生、あのね人工呼吸器を外してもらえませんかと言ったらね、その医者がね、それは無理です、ね、これを外したらね殺人罪になるんですよと言われたんですね。その頃からね、この呼吸器のね問題はね、外してやって、そして後でね医療裁判になって、殺人罪でね何人かね医者のね罪名有罪とされていますね。このようなことがあってね、2日間、それからね10日にね意識不明になって、12日の夕方ね6時58分だったかな、この自分にね、みんな病室におったらね、医者に呼ばれてね、これでおそらくね五輪中ですと言われたのがね、あの呼吸器つけたままですよね、心臓マッサージをされるんですね。そしてちょっとだけ動いてね、そして何分ですかね、2、3分くらいね、1回は動き出しますね。そしてそれを待っていたら、次の自分はね一死になってね、医者がね人工呼吸器胸をね押さえてね、そしてやってくれていたね。その五輪中ですと言われたのがね8月の12日だったんですね。それも夕方。それがね、人生後でね分かったんですけども、本当にね面白いなね、親父は自分のね線香自分で買ってね、そして自分のために使うために
線香を買っていたんじゃないかなっていうような出来事だったんですね。と言いますのはね、その年の2月にね、うちのおふくろのお母さんですね、我々にと私にとってはおばあちゃんですね、田舎のおばあちゃんがね、亡くなったんですよ。ということは初盆ですね。この初盆に親父とおふくろがね、田舎宮崎に帰るからということでね、お参りにね、自分のお母さんですね、うちのおふくろにとってはね、初盆に帰るからと言ってね、なんと親父がね、その頃その年にね、出てきたね、あの今はね、皆さん葬式なんかで使われるね、8時間持つと言われる巻線香ありますね。蚊取り線香みたいなんでこうぶら下げる巻線香ですね。あれがね、その年にね、どうもね、ようやくあれがね、発明されてできたその年だったんですね。それをね、なんと自慢げにね、買ってきてね、おい、これは田舎にはないだろうなね、みんなね、これを持って帰ってね、おばあちゃんのね、その仏壇にこれをね、やるんだと言ってね、自慢してね、買って帰ってきたんですね。そしてどうもね、その自分がね、倒れる8月のね、1日からね、いつも親父はね、日記をつけていたんですね。記帳にね、毎日日記をつけていてね、日記がね、もう5冊ぐらい、あの大学ノートにね、5冊ぐらいあったんですね。そうした日記がね、7月の31日で終わってるんですね。そして自分がいつも今のね、座っているテレビの横のね、4段のちっちゃいね、引き出しね、そこに全部親父のね、書類が入っていたんですよ。それをどうもね、7月の間にきれいにね、いるものといらないものをね、分けてそろね、整理してね、全部いらないものは処分してね、きれいに引き出したらね、なってるんですね。そして日記帳が7月の31日で終わってるんですね。8月の1日からね、自分が倒れる10日間までね、つけてないんですね。後で分かったんですけどもね。そして10日に倒れて12日にね、息を引き取ってね、そして家に連れて帰ってね、そして葬式もね、自分の家からね、借家でしたけどもね、自分の家からね、やってあげようということでね、葬式を自分の家でやったんですね。そうした時にね、この14日、8月の14日、本当にね、今ぐらいにカンカン出るのに、天気のいい日だったけども、ね、お盆ですから、皆さん、ね、会社休みで、夏休みで、ね、近所の人ね、本当にね、たくさんね、お参りに来ていただいたんですね。我々は昭和38年にね、ミクリアット、東大阪のミクリアットというところへ来てね、言ったらよそもんなんですね。昭和38年からね、54年ですからね、20年ほどですかね、ね、なって、その20何年ですかね、おったんですけども、しかしね、この地元の人にとったらね、よそもんですね。しかしなかなかね、うちの親父もね、いろんな付き合いね、そういう人って、近所の人にもね、評判が良くてね、特に親父よりもおふくろの方がね、近所の人にね、好かれていたんですね。うちのおふくろはね、無学だったんですね。つまり大正11年生まれてね、学校に行っていないね、もう12歳の時からね、よそのね、子守、昔そう、皆そうだったらしいですね。貧乏しているお家はね、要するに子守によそのね、お金持ちの家にね、この子守するようにね、出されるね、それにね、苦労して育ってきたと
ね、どうもね、病院のお家に、ね、個人医院ですね、そこにね、要するに家政婦と今の家政婦さんですね、それも12歳から行っていたらしいんですね。そして、ね、字が、ね、読めないんですね。ひらがなだけで自分で独学でね、覚えて、ひらがな以外は漢字をね、読めないんですね。しかし、その字が読めなくてもね、漢字が読めなくても、自分で努力してね、本当にね、人気があったんですね、近所の人にも。ですからね、多くの人がね、お参り、ね、お送りに来ていただいてね、本当に私もね、ちょうど31歳でしたがね、びっくりしましたね。たくさんの人がね、8月の14日、ね、カンカン照りのとこ、ね、この時もまた面白いんですね。私のと昔ね、この今ではそういうことはありませんが、このミクリアという地区にね、亡くなった時、今、シキビっていうのをね、皆さん、ね、花、お花のね、とは別に、シキビですね。今のそうですね、花の代わりですね。板なんですよ。ね、黒いね、板にね、そうですね、1800ぐらいの板にね、横ね、そうですね、30センチ、ね、縦180センチぐらいの中にね、要するに、花輪の代わりにね、仕切り、確か2000円出したらね、字を書くんですね。そのお金をいただいた人の名前をね、要するに仕切りの代わりにね、名前を書くんですよ。ね、それがね、なんで書くかって言ったら、真っ黒板にね、なんと石灰ありますね。あの石灰をね、溶かして、それで筆でね、それを書くんですよ、名前をね。この時に、ね、私がね、お世話になっていたね、それがね、ものすごいね、男前、男前って、ね、心が男前なんですね。これがね、小坂のね、先輩がおって、ね、どうむら、お前の親父が亡くなったんやったら何、わしが式日を書いてあると言ってね、その筆ね、本当にきれいにね、その受付のところでね、書いてくらって、ほいで、ずらーあとね、その板をね、並べていくんですよ。ね、田舎では花はね、今でもそうですね、花がね、葬式場に並びます。あれと一緒ですね。そして、それをずっと並べていってね、今でもね、おそらくだ、ね、兄弟誰かが持っているかなと、その時の写真ですね、やって書いてくれたんですよ。ね、そして、無事ね、葬儀が終わって、ね、半年、ね、年が明けて2月にそのね、仕切りを書いてくれたね、先輩ですね、その人が突然亡くなったんですよ、今度ね。そして私が今度は代わりにね、私が書いたんですよ、ね、そういうことがあってね、この親父の今で言われるね、その殺人罪ね、気管に入れるその機械ですね、呼吸器というんですか、人工呼吸器ですね。あの問題が今でもね、日本の医学っていうのは一度ね、あの呼吸器を入れたら医者でも抜くことができないね。こういうところの法改正は未だにね、進んでいないのが現状ですね。それから30何年ですかね。こういうね、進んでいないいろんな医学の治療法は進んでもね、そういう医者でも医者になってもね、そういうところの手かせ足かせっていうね、器具はあってもね、それでそれを使用してもね、それを止めることができないというようなね、このようなところね、医療従事者の人、今のねコロナウイルスでもそうですね、大変ね、苦労されていると思うんですね。今重症者の方はその人工呼吸器をつけるって言われていますね。ですからね、苦労しながらね、そういうところの、やっぱりね、そういうところの方も改正してもらわなければね、現在の統一されていないこのコロナウイルスの重症軽症者重症者っていうのがね、都道府県の
単独でそれを決めているために、東京都の発表と大阪の発表ではね、違いがあるって言われていますね。これが法で定められていないために、今でもそういうことがね、医療の現場ではね、そういうことがね、医者の判断でやられているね。そして中にはね、正義心のある医者はね、それをね、もう本当に苦しんでいるね。だから外した、しかし外したために殺人罪でね、問われることがね、ある。よく新聞なんかでね、報道されますね。このね、医療関係者の人たち、我々はね、健康ですから、一番ね、病気になった時に、ああ健康が一番だとね、皆さんそうですね。しかし病気になったからといってね、元気のある人はね、元気がある。しかし一つの 病気になったら、もうそれでね、本当に弱くなっていく人、人それぞれですね。しかし今回のコロナウイルス、目に見えないね、このエイリアン、この問題ね、何も進んでいないのが現状ではないですかね。もう半年ですよ。ね、1月の中旬でしたね。コロナウイルスね、発覚して大変な騒ぎになって、今でも大変な騒ぎになっているけども、どうも昨日ですか、昨日か一昨日、昨日ですね。昨日か一昨日のテレビの番組でね、単なる風邪だと言ったね、コメンテーターがおったとね。しかしね、例えば同じね、重症患者でも若い人がね、同じように重症になった、そして70歳以上のものが同じく重症患者になったね。ならばどっちをね、医療従事者としてどっちを助けるか、ね、医者はこれは若かろうが年いっていようが、ね、万全に期してね、自分たちの、ね、力を発揮して助けようとされるが、このコメンテーターの連中らは自分の思いを、ね、ならばどっちみち年いった者は死んでいくんだから、ね、若い者を助けたる、ね、助けるのが先でしょう。このようなね、軽いコメントをね、発言する。ね、こういうね、人の命のことまでね、テレビで面白おかしくね、発言するような、このような番組。ね、ですから、私はいつも言っていますように、もう、私たちの日本人ってね、この危機感ですね。危機感の欠落。それが一番見えるのが官僚ですね。官僚と政治家。ね。この連中らの危機感というのは、本当に我々ね、この愛国者と言われるね、連中、ね、同志、そして先輩、先生、ね、本当に勉強されてきていたんですね。しかし、同じこういうね、活動していてもね、本当にみんながね、みんな勉強しているのかな。社会の人たちがね、今ほとんどの人たちが、全国民がね、日本の政治家、そして政治のあり方、行政のあり方にね、注目して口々にね、不平不満を言うように、だん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 その声がね、大きくなってきているんではないでしょうかね。と言いますのはね、目に見える政治と見えない政治っていうのが最初からあることをね、今まで国民はね、あまり気にもしていなかったと思うんですね。と言いますのは、国家予算というのが組まれますね。2月ぐらいに年度予算、ね、4月から施行される、ね、国会が1月から始まって、その間3月までに、ね、次の年度予算を計上する。ね、そして今、ね、
私たちの耳にする数字というのがね、何千億円というね、このようなね、金額の数字は我々の耳に入るようになったのはね、この20年ぐらいの間ではないでしょうかね。新聞市場やテレビなどで国家予算はね、1兆何千億円、ね、2兆何千億円、ね、防衛費はね、1%、国家予算の 1%、ね、そういうふうに決まっていた。その金額がだん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 発表されるようになって、ね、毎日新聞市場にね、何百億円、あのね、東京の兜町で1億円ね、拾ったという人がおられましたね。そして私たちが記憶にあるのは昭和52年1年か2年の頃ですね、あの3億円事件ね、銀行強盗ね、現金輸送車を襲ってね、あの白バイに扮した人物がそのトラックから3億円をまんまと盗み取ったというね、あの3億円時点、その自分の3億って言ったらね、我々の耳に入ってきた時にね、とうもない金額だとみんなね、感じたはずなんですね。それがどうですか。今3億円と来てね、当然途方もないお金ですが、3億円かというような感じにみんななっているんじゃないでしょうかね。なぜならば毎日が100億円、500億円、1000億円、1兆円、1兆8000億円出ましたね、昨日。昨年の台風19号だけですよ。一つの台風で被害総額は1860億円、あ、1兆8600億円、1兆ですよ。1兆8600億円。どんな金ですか？それが被害総額。ね。その全員益で、ね、一件で一つの台風でそれだけ。ね。しかし、水害、年間の水害にしたら2兆円を突破している。ね。この中で河川の不備で、河川が一番問題ですね。4000数百億円が河川の決壊、川の濁流の溢れた、ね、水で被害総額、ね、当然川の堤防が決壊したり、ね、濁流が溢れて、ね、やって水害となったものがね、計算したら、1兆8600億円の被害が、ね、計上されているんですね。このようにしてね、お金のこの金額を耳にするようになってからね、私たちはもう、常日頃からそのような途方もないね、数字を耳にしていますから、昭和50年代に3億円強盗、ね、やったら今からしたら、ね、何やたった3億円かというね、気持ちのどっかに口に出さなくてもね、そういう気持ちが、ね、あるな。ね、一生かかっても稼げない金、その自分の3億円と言ったらね、そうでしょ、感覚的にびっくりしたんですが、今我々がね、1兆8600億円の被害総額、台風一つでね、そのぐらいの被害が出た、こういうことはね、昔はなかなかね、新聞報道されていてもね、私たちは興味も示さなかった。国民はね、ああ大変な被害に遭ったなということだけでね、しかし現地はそれほど被害が被ってもね、あの球磨川ですか、そして熊本の益城の地震ですね、
今から3年4年前ですかね、この地震があったそのがれきのね修理が未だに完了していないというねニュースも隅にちょこっと書いてあるんですね。そしてあの福島ね原発の被害にあったこの報道などほとんどね今耳に 目にすることがありませんね。しかし毎日ねあの放射線ね処理は行われている。このね私たちの話題マスコミの話題というのはね喉元すぎればなんとやらでねもう次から次へとさまざまなね事件事故が起こったらあれほどねみんなが注目していたね一番私たち国民のね命に関わるね放射能汚染ですね、この現場のことがほとんどと言っていいほどね報道されませんね。そして私たちはねこのマスコミにねどうも洗脳されているんじゃないかなっていう節がありますね。なぜかと言いますとこれほどねワイドショーやねニュース番組でもほとんどもうねどのチャンネルを見てもそうではないですか。コロナの問題ね面白おかしく特効薬ができない、なぜできないのかというね発表、皆さん議論をされるあの医療従事者の人たちが出てきますね。特効薬がなぜできないのですかという討論をね医療関係者でやられたことを私たち聞いたり見たりしたことがありますか。何かの番組でね、ただ特効薬ができませんね、ただその一言でいつぐらいにできると思われますかね、今年いっぱいか来年か再来年か、医療従事者と言われるね専門家がそのようにねいつできるか分かりませんと言ったらもうそれでこの議論はストップしていると思われませんか。なぜできないんですかとこの質問をどうもマスコミはねテレビの番組でもそういう質問はしないでくれと言われているような気がして仕方ないですね。そう思いませんかね。なぜできないのですか、国民がみんなが知りたいはずなんですね。その根本的な議論をしない、そうですね、それを一つにとってもね、なぜできないんだというね議論を専門家有識者会議とか言いますね。このね政府や行政がねやるね有識者会議っていうのはね本当にね馬鹿げたね会議だと私は思うんですね。特にね医者は違いますよ。医者はね未来のことそして病気のことをね研究されていますけども、この弁護士ね、弁護士が雇われて行政を調べるね、例えば国のね様々な問題ですね、森友問題にしても加計学園の問題にしてもね、様々なその行政の不備の時にしても大阪の水道局の不正工事のね有識者会議が調査した、笑いますよね、6名の弁護士がね400万近い市民の税金をもらって報酬をもらってやっていることといったらね、自分たちは被疑者犯人ですね、警察や検察が取り調べをするときにね録音せよ、テープを取れ、可視化せよ、このようにね抗議するくせに、自分らが役所の不正事を調査するときにね単なる書類を見て職員だけに聞き取りをやって
業者との癒着は認められませんでした。こんな報告書ですよ、出すのが。ね。そして、私は、ね、日頃から行政のチェックしていますから、開示請求をして、公文書を手に入れて、ね、すべての調査、できる限りの調査をやっていますから、当然、その工事において、不正事があったら、その工事をした、ね、職人さん、代表、会社の代表者に会って、どのような不正をされましたかというね、情報をもとに、そして図面を書いてもらって、このような、ね、施工図面とは全く違う、ね、勝手に好き放題に工事を行いましたというね、図面まで書いてもらって、調査をして、証拠書類として持っているわけなんですね。ところが、この弁護士の連中らは、ね、クーラーのガンガン効いたところで、ね、書類を持ってこさせて、書類を見て、そして、ね、その書類によって、監督の、行ったこともない監督、名前だけの監督を呼んで、ね、職員ですね、水道局員を呼んで、この時の工事形態はどうでしたか、ね、そのような人間に聞いて、悪いことをしました。実はこんなして、こういうややこしいことをして、見て見ぬふりをしていましたというね、ものがどこにいますか、ね、何の捜査もないんですよ。調査もないんですよ。そして、この連中らは、ね、弁護士は、犯人を取り調べるときには、録音せよ、テープを取れ、可視化せよって言っているくせに、自分らが調べたときには、議事録も作っていないんですね。そして単なる報告書、作文を書いて、水道局長に提出しているんですね。この実態、ね。ですからね、本当に今の世の中ね、何が正義で、何が悪で、ね、白黒、はっきり分かる世の中でなくなっているんですね。この目に見えない、あの面白い芸能人いてましたね。浮気問題がね、大きくワイドショーなんかで取り立たされて、ね、そして職を失う連中がいますね。しかしね、人のね、そういうね、浮気や、ね、いろんな悪いことでもね、様々ありますね。線引きで人のものを取ったり、人を殺したり、ね、しかし、浮気をしたからといってね、マスコミで抹消する。ね、そして、その対応に国民が、ね、テレビ局に電話をして抗議をする。そうらしいんですね。ということは、それほどね、そのようなワイドショーを見てね、暇な人間が増えている。その暇な人間でも生活ができている。そのような世の中になってきているんですね。ですから、ね、政治家になろうとしている思想のね、持っている連中。このね、国会においても、あの、各政党って言われるね、党、ね、一時、むちゃくちゃあった時がありましたね。今から20年ぐらい前ですかね。もう無数にあった。ね。我々が小学、中学の頃にはね、国会で政治家になろうとしていたものはね、当然無所属もありましたが、ね、自由民主党、ね、社会党、公明党、民社党、共産党、ね、このぐらいしかなかったんじゃないですかね。5つか6つの政党しかなかったと思うんですよね。小学5、6年、中学なる頃にね、日本の政治という中においてね、政党政治と言われた頃ですね。その頃には、ね、自由民主党、ね、そして社会党、共産党、公明党もそうですね。我々が小学5、6年の頃に、出てきたんですね、政治の中にね。そうした場合に、ね、民社党、そして社会党、共産党、自由民主党、ね、そして
公明党ですか、ね、あと2つぐらい無所属入れてね、7つぐらいの政党でね、政治が政治家になろうとしてね、連中は国会議員になっていったはずなんですね。しかし今どうですかね、むちゃくちゃな政党、個人名で無所属でも勝手にね党を作って、そしてやっていくね、つまり勝手党、これがね我々の愛国者のね団体でもそうなんですね。右翼団体と言われるね思想主義者ですね、20万人からね多くは50万人ぐらいいるらどうと言われていた時があったんですね。ところが今どうですかね、本当に街宣車を持って活動している右翼団体と言われる人たちね、本当に少なくなったと思いませんかね。そして今国民が毎日テレビ新聞などで政治ね行政のことが発表されるので、それにね特にこのような状況の時、コロナウイルスが蔓延している時にね政治に興味を持っている、そして国の在り方をね国民が家族で議論するような時代になってきていると思われませんか。その割にはね選挙に行かれないんですね、皆さんがね。なぜ選挙に行かないのかなね、選挙に行ってね本当に自分たちがね支持する者がいないね、みんな何の公約を聞いても同じことだね、だから自分は今の政治家、例えばね30人の定席のところに38人が立候補しても、誰も一人も自分のね思想信条に合わないものが立候補している、こういう思った時にはね必ず投票所に行くんですね。行って白票ね、白票を投票するんですよね。しかしそこにもってね白票が何になるんや、こういう声が必ずありますね。さあ皆さん考えてみてください。よく言われますね、清き一票と言われますね。この清き一票を悪徳政治家の名前で汚す必要はないんですよ。ね、この清き一票は清き一票として白票で投票する。ね、さあそのような時にね、例えばこの東大阪で40万人の有権者がいるんですね。しかし常日頃から投票所に足を運ぶのはたった18万、19万人、半分以上が選挙に行かないならば、この半分ね選挙に行かなかった人たちが選挙投票所に行って白票で投票した場合に違う論点がなってくるんですね。19万人が選挙に行ってね投票した、ところが21万人が白票で入れた。さあここに大きな疑問の選挙の方法のやり替えの議論が出てくると思われませんか。国民の皆さん、市民の皆さん、清き一票でね国を変えることができるんですよね。白票がね100票、100票が1000票、1000票が5万票、5万票が10万票となった時にね、必ず政治はね変わっていくんですよ。今国民がね自分たちの町で行われる、そして次に行われる国会議員の選挙、みんなで投票に行ってね、自分が支持するねものがいなかったら必ず白票で投票する、投票の名前を書いたものより白票が多くなった時にね、選挙は国を動かす国民の力があるんですね。さあ今日は選挙と様々な話をしてまいりました。そして明日からまた悪性不正を徹底的に調査して皆さんにその事実と真相の違いをこうしてまいります。それではまた明日お会いしましょう。こんばんは、ご清聴ありがとうございました。